審判が。2020シーズンのプレナスなでしこリーグは開幕からリモートマッチとして行われます。なでしこリーグ公式 YouTube チャンネルでは一部リーグの全試合を生中継で配信いたします。試合に先立ちまして、大雨による被害を受けた方々へ犠牲者に対する黙祷が試合前に行われます。千葉県石原市にあります ZA オリプリスタジアムです。この時間は2020プレナスなでしこリーグ一部の第一節、ジェフユナイテッド市原千葉レディース対浦和レッドダイモンズレディースの一戦をお送りしてまいります。この試合実況西達彦でお送りをしてまいります。先ほどもご紹介をしましたが、今シーズンのプレナスなでしこリーグ一部リーグの全試合をなでしこリーグ公式 YouTube チャンネルでお送りをしてまいります。どうぞお楽しみください。開幕1節2節に関しましてはリモートマッチで行われます。したがってこの試合、会場の ZA オリプリスタジアムにはサポーターファンの姿はありません。無観客の試合、リモートマッチとして行われるという形になります。それでは両チームの今日のスタメンを簡単にご紹介をしておきましょう。まずはホームのジェフレディースです。ゴールキーパーは山根恵里奈です。ディフェンスフォーバック千野翔子、田中真理子、林香奈江、小沢博、そしてダブルボランチに岸川夏樹とキャプテンの瀬戸口小杖、そして山崎丸美、鳴宮優衣、千葉レミナの2列目、そしてワントップ大滝亜美という形、4-2-3-1で予想しています。ただシーズン開幕前というところもありますので、この形に関しては予想です。そして一方の浦和レッズレディースの今日のスタメンをご紹介します。ゴールキーパーは池田咲子です。ディフェンスフォーバック、非正規紀子、長船かな、南萌香、上野咲希、そしてダブルボランチは栗島あかりと、おそらく直本光ではないかと予想します。そしてキャプテンの柴田花江、水谷優希、佐々木真由の2列目、そしてワントップに菅沢優衣香という形、こちらも 4-2-3-1 で予想してみました。今前半のキックオフです。まず長いボールを前線に放り込んでいきますが、タッチを切っています。今日のレフリーは桐原純子さん、アシスタントレフリー上田千尋さんと柳沢健太さん、そして第4の審判は添田正嗣さんで行われます。左から右に攻めていくのがホームのジェフレディス、そして白のユニフォーム、右から左に攻めていくのが浦和レッズになります。左のサイドバックに入っている小沢博から長いボールが前線に出てきました。そのボール大滝が追っています。中盤で細かくボールをつないでいきますが、一度クリアをされます。まずはちょっと立ち位置見てみようと思うんですが、直本はどうやらトップ下の位置のような形に見えます。そして左のサイドハーフの位置に佐々木真由という形に見えます。でボランチの位置におそらくは水谷が入っているのではないかなというところですが、ちょっと確認しながらお伝えをしたいと思いますが、最終ラインからボールを回していきます。左サイドバックは元ジェフレディースのキャプテンの上野咲希、持ち上がっていきます。ここは冷静に千葉が対処しました。山根の長いボール、ヘディングでの競り合い、落としたところ、山崎が行きますが、ここは山崎のファウルになります。早いスタートを狙っていますが、少しポイントが違います。
さてもう一回確認をしてみようと思いますが、中盤ボランチの位置もしかすると柴田花江ですね。柴田と、柴田と栗島のダブルボランチで、水谷は右のサイドに出ています。その水谷から外に上がっていった清家を使うかどうか。さあこの形はよく裏はやってますが、えぐってからクロスが入ります。最後ディフェンスブロックあってコーナーキックに変わります。まあ、昨シーズンからこの右のサイドバックの位置にコンバートをされました清家貴子の上がりがありました。さてコーナーキックファーストコーナーになります。直本が右足で蹴ります。そしてファーの位置に浦和レッズレディースは選手を集めていますが、そこには人につく守備でジェフレディースの選手がつくという形になっています。中央に来た、ヘディング合わせられるか。セカンドボール山根が抑えました。今日はジェフレディースはゴールキーパーは山根で来ました。縦に入れたボールまず大滝に預けます。大滝がしっかり収めておいて、山崎はキープ力もありますが逆サイドに出していく。千葉が狙っていました。まあ、今日はジェフレディースの方は右のサイドハーフの位置に千葉レミナ、特別指定選手、筑波大学の選手を入れていますが、まあ、彼女は結構スプリント能力がある選手です。そこに対するサイドチェンジパスを今狙っていきました。そして右のサイドを高い位置を取っていく清家、その清家にボールが出ます。少し内側のレーンから上がっていこうというレッツ、中に入れてきたシュートは左へ逸れていきました。やはりこの清家の右のサイドというのはかなり魅力的です。今もサイドバックの位置から、まあ、ゴール前まで現れるという、そういったシーンを作りました。改めて、レッツはやはり 4-2-3-1 の形です。おそらくは直本光は、まあ、2トップというよりは少しトップ下に近いセカンドトップのような位置を取っています。中盤のボール右のハイサイドに送っていきますが、ここは流れていって千葉レミナが上がっていく、クロスが入っていきます。一度ここでクリアをしました。今度はジェフボールです。千葉ワンタッチで送っていったところですが、タッチを割りました。まあ、おそらくはボールを持つ、まあ、時間帯でいうと結構レッツの方が長くなるのではないかなというふうに予想はしていますが、まあ、ジェフの方はハイプレッシャーでいくという、そんなチームでもあります。まあ、ただ両チームにとっての開幕戦です。左から柔らかいボールを入れてきました。このセカンドボールどちらがシュートに狙ってきました。おお、枠を捉えようかというシュートになりました。岸川夏樹のシュート。まあ、岸川選手がドイツから、帰国をして、もともとは浦和レッズレディースにも所属をしていた選手ですけれども、ドイツから帰国をしてこのジェフレディースに3月に入団をしました。まあ、チームとしては指導した後に入団をした形になります。右のサイド直本が追っていきましたが、ここはタッチを割っています。で、直本光も、まあ、同様にドイツから戻ってきました。直本はフライブルクというチーム、そして岸川はクロッペンブルクというチームでプレーをしていました。またレッツボールのスローインです。菅沢に預けていこうというボールですが、ジェフの方はある程度大竹亜美に預けておいて、そのセカンドを拾ってという、そんなイメージを持っているはずです。長いボール菅沢へのボールです。センター一度弾き返しますが、セカンドボールもう一度右サイド入ります。柴田が少し落ち着きどころを作っていって、右サイドからクロスが入っていく、飛び込んでいきましたが、最後はキーパーの山根がキャッチをしています。まあ、少し髪型も、後ろで結ぶような感じで、雰囲気が変わりました。菅沢優香選手が今日ワントップです。山根から長いボール大滝のところです。
まあ、試合に先立ってジェフの猿沢慎治監督、今シーズン就任1年目の監督さんですが、まあ、準備期間があった分良くなっていると思うと、非常に楽しみな試合ですという話をしてくれました。で、相手の浦和に関してはやるサッカー、それから選手に関してはそんなに変わっていないと、まあ、過去の映像で準備はしているけれども、さあここは右サイドから千葉が上がっていきます。千葉が仕掛ける、仕掛けてえぐってきた、クロスが入る、中央へシュートできた、成宮落として左足、うん、まあ、最後シュートを打つところまで行きましたが、山崎のシュート、やはり右の千葉のえぐりというのは結構ジェフの今シーズンストロングになってくるかもしれません。で、山崎がコーナーキックのボールを蹴ります。ジェフは高さのある選手はいます。大滝、それからあとセンターバック陣、林、田中といったところもありますが、ショートコーナー使ってきました。少しボールを動かしておいてからクロスです。瀬戸口のボール、ヘディングで、うん、最後は千野の頭に合わせていきました。今シーズンは千野選手は右のサイドバックからのスタートという形になります。ジェフはセンターバックは左に林、右に田中という形のコンビです。まあ、そしてもともとフォワードだった小澤博を左のサイドバックにコンバートをしました。まあ、小澤選手はもともと俊足が持ち味という選手ですので、その、まあ、スピードを生かすというところもあると思います。さあ、ここはジェフのプレスをかいくぐって左から栗島が持ち上がっていこうというところ、左の外から上がっていきます。ラストパスが少しずれました。しかしそのボール柴田が拾って、直本、右サイドからは清家が上がってくる。さあ、ここはどうするか、その清家を使ってくる。清家のクロスはブロックをされました。最後は小澤博のディフェンスです。まあ、11番同士がサイドバックという形の両チームです。またレッツはファーストサイドに 4,5 人の塊を作って、まあ、その選手たちがゴール前に走り込んでいくという形になりそうです。直本が蹴ります。先ほどは中央に入れましたが、今度はニアに来た、ヘディングシュート、決まった、見事ニアに入れていきました。ニアで待っていたおさふねでしょうかね、見事に決めていきました。まあ、先ほどは中央の位置に入れていたんですけれども、まあ、そこから今度はニアの位置に1人立たせて、そこをフリーにさせました。失礼、清家のゴールというふうに発表されています。大変失礼しました。清家がニアに飛び込んで決めていったゴールという形になりました。右のサイドから流れていきます、千野です。千野がボールキープしていますが、高い位置から奪っていきます。佐々木から菅沢に来ました。ここは蓋をしていきます、林の対応です。右のサイドから千葉が行きます。逆サイドから入ってきた山崎、そのままドリブルで運んで、しばらく運んでいきますが、まだボールキープ。一度下げて佐々木です。やはりこの右サイドからの清家はよく使います。先制ゴールはこの清家のヘッドから生まれました。左サイドバックは上野、
長いボール猶本が飛び出していきますが、そこは一度クリアをします。内野前から猶本がプレッシャーかけていきます。田中のキックがちょっとミスになりました。まあ、今日は少しこの ZA オリプリスタジアム雨が降っていまして、その影響もあって少しボールは走りやすいピッチ状況にはなっています。栗島から上野、センターバックの2人でつないでいきます。南から縦、高い位置で奪っていきますが、もう一度水谷がそのボールを奪い返します。そして栗島から佐々木真由、そして猶本に一度預けます。知野が少しプレッシャーかけてここで奪いました。しかしもう一度奪い返します。猶本が間で受けようとしますが、ここも厳しく瀬戸口が行きました。栗島は今度は右サイドにボールを逃がしますが、そこに山崎まるみがかなり激しいプレッシャーをかけていきました。長いボール高いサイドで待っていた上野にボールが来ます。上野と知野のマッチアップです。ちょっとルーズなボールになっていますが、ここは知野が先に体を入れました。まあ、その後アフターで菅沢の足が入ってしまいましたので、今知野選手が倒れ込んでいます。立ち上がりの14分を経過しています。山根の長いキックです。ちょっとルーズになったボール、上野もなんとか足元を収めた。左サイド佐々木真由、栗島リターンパスが少し乱れました。今シーズン J リーグと同様に、このなでしこリーグも交代枠5人まで認められています。まあ、交代のタイミングはハーフタイムを除いて3回までという形になります。篠野が入れたボール、成宮ボールキープ、キープ力あります。下げたボール、ちょっとこれはルーズなボールになっていますが、うまく田中が引き取りました。そして中央に送っていきます。小沢からのボールは一度クリアをされて、そのボール大滝が拾っていこうというところ、左サイドに一度広げます。クロスが入りますが、ここは左へ逸れていきました。相手のプレッシャーかいくぐっていけるかというところ、レッツがうまくボールを奪いました。少し菅沢が時間を作りますが、逆にボールを奪い返します。成宮、篠から一度瀬戸口に預けます。うまくサイドを使っていければ非常にジェフらしい攻撃出てくるんですが、まだ大きなボランチからの展開というのはそんなにありません。どちらかというと大滝に預けるようなボールが多くなっていますが、柴田、
南が上野を使います。少し落ちた位置に直本、そして今佐々木真由が少し絞った位置でプレーして縦に預けます。菅沢に入ろうというところかなり強く潰しに行きました。今日はこの田中と菅沢のマッチアップは多くなっていくはずです。直本すぐに始めましたが、山崎、小沢、一度キーパーまで下げます。山田選手は昨シーズンの途中にスペインのベティスから戻ってきました。中に入れてくるボール、ここも成宮選手がかなり戻ってのディフェンスで奮闘しています。大竹へのボール、足元を収めていく、そこの収めができるかどうかが、ジェフの攻撃が始まるかどうかのポイントになっていきます。知野からのボール、縦かなり強く当たっていきました。今南のディフェンスです。外から清家上がってきました。清家がシンプルなクロス、うまく収めていきます。落としたところ、直本左足シュート、決めました。強烈なシュート、キーパーのニアを抜くシュートになりました。非常にパワフルな、ゴールを突き刺すようなそんなシュートになりました。幸先よくレッツレディスが2点を取っています。1点目はコーナーキックの流れから清家紀子のシュート、そして2点目は直本光のシュート。レッツレディスが非常にいいシュートを決めています。ここも高い位置で引っ掛けられました。ちょっとビルドアップのところうまくいっていない感じがありますが、ここも前からのプレッシャーをかわしていきたいジェフ。千野がしばらく運んで大滝に預けますが、ここはもう完全に2枚で囲まれます。ビルドアップのところも非常に冷静に最終ラインから抜け出すところもやれている感じのレッツレディースです。いい出足で奪っていった千野。千葉、成宮、成宮がドリブルで入れていきますが大滝には入りません。菅沢が落としたところ、今試合開始から20分が経過しました。ここのくさびが入ってこないとなかなかきついところがあります。左のサイドに広げていきました。上野が上がっていきます。水谷がこのボールを受けて、水谷からもう一度直本シュートに来た。これも枠を捉えていこうというシュート、山根がセーブをしました。コーナーキックになっています。左からのコーナーキックは初めてになります。去年まではジェフに在籍をしていました。ジェフのキャプテンだった上野咲、左足で入れます。ゴールから逃げていく軌道、ニアに持ってくる、また逆サイドからクロスが入ります。キーパー山根が手を出しました。山根が長いボールを入れます。栗島が跳ね返して、この辺りもワンタッチ使いながらうまくボールを逃がしています。水谷から縦に入れていったボール、さあこのボールを大事にしたいジェフ。成宮に一度当てておいてから、さあ岸川のこのボール、彼女の魅力はこれです。左サイドに広げていって、ここから山崎がシュートまで行く、
まあ、この形ができてくると一つ大きなチャンスになっていきます。まあ、かつては浦和レッズレディースでも、この左足を披露したり、まあ、右足でもいいサイドチェンジのボールを出していました。まあ、レッツレディースの方の森監督はゲーム体力といった部分に関しては、まあ、若干の不安はあるというふうな話はしてはいました。まあ、技術的な部分に関しては、まあ、しっかりと磨いてきていると。であとは、まあ、守備になった時の切り替えの部分、このあたりに関しては、特に徹底をしてやってきたという話です。成宮からのボールは相手に当ててスローインです。ここで飲水タイムがあります。 J リーグでもこの飲水タイム、クーリングブレイクは設けられておりますけれども、まあ、現在気温が上がっている状況、それからあともう一つは新型コロナウイルスの感染拡大防止のために、まあ、このクーリングブレイク、ウォーターブレイクによって、まあ、選手たちが水分補給できる時間をしっかり作ろうという趣旨で設けられています。前半の23分を経過しています。まあ、ここまではホームチームのレッズが非常にいい展開を見せています。この時間帯に少し指示があったりというところもありますので、流れが変わってくる可能性も十分あります。まあ、ジェフの方で言いますと、今大滝選手と山崎選手がかなり身振り手振りを交えながらお互いにコミュニケーションを取っている姿が映っています。まあ、攻撃の部分どのようにこう活性化をさせていくか、現在2点のビハインド、ホームチームのジェフ、篠野が入れます。ちょっと出しどころを探している状況です。なかなか顔を出してくれる選手がいないので、近くの瀬戸口に預けます。ここで成宮、そして瀬戸口、逆サイドに出したボール少しマイナスになりましたが、小澤が回収して左に広げます。まあ、ただ相手のプレッシャーが少しかかっている局面、これはキーパーそのまま池田がキャッチをします。最終ラインの前で柴田がボール回しに参加をしています。南から上野、上野から裏へのボール、まあ、このあたりの、まあ、しっかりとつなぐ部分と裏へのボール、使い分けといったところもよくできています。南からいいサイドチェンジが清家貴子に来る、これをぴったり止めた。さあ勝負、小澤博がついていますが、そのまま持ち上がって一度下げておいてから左サイドに広げる、この位置に直本柔らかいクロス、瀬戸口弾き返したボール、もう一度レッツが拾います。一度グランダーにくさびを打っておいて、細かいパス回しから中を入っていきます。上野がもう一度中央に入れます。まあ、今見ていてもかなり中盤の選手は割と流動的にレッツの選手は動きます。この位置が柴田、そして菅沢、少し出しどころを探して、でここでサイドチェンジを入れます。まあ、上野が入りましたので左から右へのこういったサイドチェンジは増えるはず。中央のボール、いいくさびが入った。さあ成宮2対、ただちょっと時間かかりました。まあ、すでに相手の方も守備の人数はいた状況です。
まあ、ですのでもう一度作り直します。右のハイサイドボールが抜けていきました。ここから知野が行きます。知野からシンプルに裏を狙ってくるボールでした。まあ、先ほどもご紹介しました通り、右のサイドハーフやっている15番の千葉選手はスピードありますので、おそらくは裏を狙わせるようなそういったパスだったと思います。栗島が一度下げます。左から上野、まあ、この辺りの人数の、まあ、関わりだったらやら距離感といったところがレッズは非常に近い関係でやれています。右センターの長船、清家には通りませんでした。ヘディングで落としていったボール、岸川がヘディングで一度跳ね返していきます。栗島が一度ボールキープ、サイドを変えるボールが来ました。南がワンタッチで左サイドに流していこうとしますが、このボールを拾われます。さあここから千葉がドリブル開始、ファールのアピールをしていますがノーファールです。直本が一度下げて佐々木、栗島から柴田、柴田が中央ドリブルで上がって菅沢から水谷、ロングキックを長船、これを菅沢収めようとしますが、まあ、もちろん通らないパスもありますが、全体的にこう回しの意図というのはレッズレディースの方は見えています。田中真理子の長いボールです。まあ、彼女はこのフィードが一つ持ち味です。小沢から裏、山崎丸美が行きますがカバーがあります。長船、菅沢の頭の落とし、ここには選手がいませんでした。血のから縦のボールです。佐々木、出しどころを探しています。直本に一度預けて上野、柴田は一度センターラインを使います。南が柔らかく縦に送ります。このボールマーク佐々木真由が収めていきました。柴田、今柴田が左のサイドに出ています。瀬戸口からの長いボールです。まもなく30分という時間帯です。清家直本の2ゴール、現在2点レッズレディースがリードをしている状況です。まあ、ただ飲水タイムを挟んで少しジェフレディースの方も落ち着きは出てきたかなという印象です。左サイドバックの小沢が中に返していくボール、稲見がカットをしました。菅沢が勝負をしに行く、ここから抜け出せればチャンスですが、右サイドからそのまま行く、逆サイドから直本も来ていますが、いいディフェンスになりました。最後は田中がついていました。コーナーキックに変わっています。まあ、先ほどはニアの清家がうまくマークを外してシュートというシーンがありました。この辺りどういうふうに
やってくるかですが、中央に入ったヘディングシュート、キーパー正面でした。猶本のところはかなり体を張ります。で、後ろから柴田もサポートに入ってそのまま抜け出していく。その柴田を倒したところでファールがありました。まあ、今も非常にいいサポートの入り方になっていました。少し遠めの位置からのフリーキックになります。右足猶本、左足の上野、ちょうどペナルティーエリアのライン付近にジェフの方はゾーンを作っています。ファーサイドにハイタワーを立たせているレッツ。上野が柔らかく合わせていきます。そのまま逆サイド流れていきました。ここもレッツレディースのいいプレッシャーからボールを奪います。佐々木、菅さんのところはカット、岸川、瀬戸口、まあ、ただ今もそうなんですが瀬戸口のところ、まあ、ボールはつないだものの3人で囲んでいく体制はすでにできていました。まあ、森監督体制、まあ、ボールがつなぐというところかなり強調はされるんですが、まあ、ベレーザ時代からもそうですけど森監督一番作るのはいいプレスバックができる守備、ここのところは相当に作ります。で、去年よりもまたその精度が上がってきているような印象を持ちます。右から持ち上がっていった千葉、さあ抜け出していきます。逆サイドには山崎待ってますが、そこにうまく収まるかどうかですが、大滝が収めたその山崎を使っていく。山崎裏から飛び出していきます。一度下げて岸川、岸川が逆サイド、千野につなぎます。千野からのクロスが入ってくる。キーパー出ました。南から清家、5時半を過ぎてだいぶ、上空は暗くなってきた感じはあるんですけれども、まだ照明灯にはまだ火が入っていない状況です。前から成宮がプレッシャーに行きます。二の矢で大滝行きますが、菅沢の落とし、猶本が追っていく。猶本キープ、シュートを狙ってきた。どうだ、枠捉えてたでしょうか。山根がセーブしましたが、これでコーナーキックになります。何かこうシュートレンジが、もともとミドルシュート得意な選手ではありますけれども、ちょっとこうドイツ用の、言ってみればシュートレンジになってきているのかなという印象があります。ここはファー4人です。ニアに2人入ってきますが、キーパーまでは出られない。ヘディングクリアまだ不十分。もう一度外広げて上野、ここは千野が冷静なディフェンスを見せました。佐々木真由です。サイドを変えるボール、シュートまで追ってった。最後は菅沢でしょうか。セカンドボールを決めています。こぼれたセカンドに菅沢がしていきました。これで3点目。
前半だけでレッドレディースが3点を取るという展開です。ここまでは清家、そして猶本、さらには菅澤のゴールと、菅澤選手は昨シーズン15ゴールを挙げていましたけれども、今シーズンも開幕戦でゴールを挙げたという結果になります。今シーズンは去年の得点王の、ここも裏抜けチャンスになりそうです。中央には菅澤待ってる、そこに持ってこられるかどうかですが、今も清家のいい突破がありました。もともと俊足フォワードとしては知られていましたけれども、完全にもう攻撃的なサイドバックという感じ、ウィングポジションのようなところから飛び出していきます。大滝、ジェフらしいプレッシャーから奪うシーンもちょっと今日はあまりないんで、一つプレッシャーをかけてみるのもいいかなとは思うんですが、さあここは知能が奪って、長船から流したボール、山崎丸美が追っていきます。山崎追いついた。さあここから中に入っていこうとしますが、長船クリアアウト、キーパーに任せようとしたところ、ライン割ってます。丸美が触ったところでライン割っているという判定でした。菅沢に収めようかというボール、瀬戸口がクリアをします。小沢縦、こういったボールを何回か使ってはいるんですけれども、左サイドの山崎丸美を使っていこうという、そういった選択。田中が菅沢と競り合っていましたが、菅沢が戻りオフサイドを取られています。田中からのボールミスになりました。上野が奪って、佐々木から左サイド、猶本がスペースに出てくる。千代には菅沢が一人待ってる。その頭を越していきます。小沢、前には水谷がついています。大滝にはなかなかボールが今入っていません。大滝選手としてもちょっとフラストレーションたまる展開です。去年の実績、それからと猶本選手が入ってきたというところ、上野選手が左のサイドバック入ってきたというところ、この2つの大駒の加入というところがあって、今シーズンのレッズレディースはもちろん優勝候補に名を連ねています。左からまた抜け出していった猶本、佐々木真由、間を通していこうとしましたが、田中のクリアです。柴田、ただ全体的な運動量的な部分でもだいぶ浦和は磨かれているなという印象で、森監督が話していたそのゲーム体力の心配の部分、少なくとも前半に関しては、その心配は出ていない状況です。で、今シーズンは5人の交代枠が使えるというところ、そのあたりはかなり選手たちにも話をしているということです。知能のクリア、つながって千葉、ただなかなか前を向かしてもらえていません。ジェフのサレッサー監督は、どちらかというと、上野選手もそうですが、抜けた選手がいるんで、そのメンバーを当てはめるような作業をしてきたという話をしています。
まあ、ジェフでいうともともとの右のサイドバックの若林選手、それから左サイドバックの梅野選手、それからとボランチの、西川選手といったところが、移籍をしました。西川選手はアイナックへ、まあ、そして上野選手は今対戦をしているレッツレディス、今ボールを持っていますが移籍をしました。まあ、ここの穴をどう埋めていくかというところがポイントになっています。左から佐々木が抜けていく、ここは田中真理子のカバーになります。千野選手はかつてはレッツレディスで在籍をした経験があります。上野のところはラインを割っていたという判定です。まあ、一つ一つのボールをこう収めていく技術といったところも非常に磨かれているような印象がレッツレディースの方はあります。まあ、控えの層もだいぶ、まあ、新加入選手もいますので厚くなってきているという印象もあるレッツレディースです。直人運んでいく、左の佐々木を使って外から上野も上がってくるが、まず左のスペースに直本が出てきて後ろからサポート上野先で、さらに後ろにもう一人柴田花江が待っている状況です。ここからクロスが入ってくる、まあ、この辺りのサポートの位置関係なんかも非常にこうしっかりと考えられているなという感じです。で、右には清家、南、外から上野、グランダー通して直本から上野、上野のクロス、菅沢の向こう、キーパー山根枠に行っていました。まあ、おそらくイメージはクロスだったとは思いますが、キーパーとしては非常に嫌な軌道になっています。先ほどはニアに正規を走らせてフリーにするところからゴールが決まりました。まあ、その後は中央の長船に合わせるというシーンもありましたが、ニアに来た、ヘディングクリア、まだ不十分です。セカンドボールレッツ拾って、ダリメがこのボールはしっかりとキープできそうです。少し落ち着かせたいところ、千野から前、柴田がカットをします。まあ、どうしてもこのボールがあればチャンスになります。逆サイドへのパスですが、成宮には通っていきませんでした。前半はすでにアディショナルハイタイムに入っているという状況です。画面右上の表示はおそらく飲水タイムで1回時計を止めていますので、まだ45分にはなっていません。長いボールを前線に入れていきます。残した直本、水谷の落としから柴田、もう1回水谷、前向こうというところ、ラインを割っています。バックヘッドでつないでいこうとしましたが、まあ、ここまではレッツレディースらしい非常にいい開幕戦になっています。ホームのジェフにとってはちょっとつらい展開です。林は一度キーパーに下げました。で、このファーストボールを大切にしたいところなんですが、小沢から瀬戸口、林、
小澤。ここで前半終了の笛です。結局前半は3対0という折り返しになりました。最初のゴールはコーナーキックから清家、そして猶本の強烈なシュート、そして菅澤のゴールと、前半だけで浦和レッズレディースは3点を奪って3点リードで折り返しということになります。まあ、ボールのポゼッション、それからとシュートの本数といったところでも前半に関しては浦和レッズレディースが圧倒したという内容でした。前半終了しています。2020プレナスなでしこリーグ一部第1節、ジェフユナイテッド市原千葉レディース対浦和レッドダイヤモンドレディースの一戦、前半終了0対3、浦和レッドレディースのリードで折り返しをしています。
前半を終了しています。 ZA オリプリスタジアムです。0-3、浦和レッズレディースが3点をリードして折り返しをしています。後半ですが、レッズレディースが1枚選手交代のカードを切りました。瀬戸口梢に代わって背番号13番曽根七海が入っています。前半だけで3失点という流れの中で、中盤の中では少しより攻撃的なタイプの選手の曽根選手を入れました。でキャプテンマーク、瀬戸口選手今シーズンからキャプテンですので、そのキャプテンマークは林香奈選手が今巻いています。前半3点を取りました浦和レッズレディース。一方のレッズレディースの方ですけれども、こちらは見る限りでは選手交代はなさそうです。前半の11人のままやるという形になっていきそうです。前半の10分にコーナーキックの流れから清家、そして19分に直本の左足のキーパーのニアを抜くミドル、そして37分菅沢結花のゴールということで3点を取っているレッズレディース。まもなく後半のキックオフです。今後半開始の笛が鳴りました。右から左に攻めていきます。蛍光イエローのユニフォームがジェフレディス、左から右に攻めていく白と赤のユニフォームがレッズレディスになります。前から少しプレッシャーをかけてきました。ちょっとそのプレッシャー行き過ぎてしまった形にはなりましたが、やはりジェフらしいプレッシャーをかけていくんだというそういったメッセージというのは最初に発せられたような感じです。今柴田がちょっと倒れ込んでいます。本人大丈夫ということで立ち上がっています。今の2つの接触から見てもそうですが、かなり球際激しくいくんだぞというそういったメッセージは、おそらくハーフタイムに出たんではないかと思います。さて両チームのハーフタイムのコメント入ってきました。ジェフレディスの猿沢監督です。開き直って戦おう、自信を持ってボールを動かす、そしてコンパクトにという3点です。で一方のレッズレディスの森英治監督です。相手のトップに負けない、相手の中盤に仕事をさせない、そして後半も落ち着いてやろうという3点です。まずジェフとしては開き直ってというのはもう今0-3という状況ではありますが、0-0から始まっているぐらいの気持ちでしっかりとやると、あとは受けに回らないように自信を持ってボールを動かすと、そういった指示も出ています。あとコンパクトにというふうに出ていますが、やはりちょっとこう中盤のところで相手にスペースを使われたというシーンはありました。左のハイサイド山崎がヘディングで落としていこうとしますが、そのボールを奪います。キーパー池田、フィードに定評がある選手ですが、ここもぴったりと合わせていきました。水谷へ、その水谷がボール回しの中心にいます。菅沢に一度預けて清家から中に入れます。直本リターンパスもらった、直本シュート、ここも左足で遠見の位置から狙ってきました。直本光、やはりドイツの2年間でだいぶこう力強さを増したという感じの印象を受けます。フィジカル面も一回り大きくなったかなというそういった印象を受ける直本選手、その成果が出たのが前半の2点目のゴールになりました。キーパー池田、ここは足技を見せます。少し前から今はジェフがプレッシャーをかけていくところですが、そこをかいくぐっていきました。菅沢の落としから、さあここはチャンスになります。前を完全に抜け出していく直本、逆サイドからの上がりがあって、さあここで清家を使う、そのまま抜け出してシュートはブロック。最後は林香奈のディフェンスでしたが、ただ今もそうですが、最終的に右から上がっていった最後の選手は清家、この清家をウイング的に使うというのはもう今シーズンのレッズレディースの大きな特徴になっていきます。そこで得た
コーナーキックのチャンス、直本が入れます。ここはシンプルにニアに飛び込んでいった、シュート勝負決まった、菅沢のゴールです。レッツレディース、これで4点目。肘タッチをして喜びを分かち合います。まあ、ニアに今度は菅沢を飛び込ませていくという形のゴールでしたけれども、まあ、ちょっと山根としては痛恨のキャッチミスもありました。もともと去年は両チームの対戦ではいずれもアウェーチームが勝っているというそんなデータがあるんですけれども、そういった中で今日は0対4とアウェーチームの浦和レッズレディースが4点のリードというちょっと予想外の展開になりました。まあ、去年一度、まあ、ジェフの方もレッズからは勝っていますので、まあ、レッズとしても少し苦手意識があるかもしれないな、あるいはサルサー監督ももしかしたら向こうの方がやりにくさはあるかもしれないというふうな話もしていたんですが、さあ今度は柴田から右サイド広げて水谷のクロスが入っていく、これもファーへ流れながら山根キャッチ。このボールも相手に行きます。少しボールを落ち着かせたいジェフ千乃、ただ前から2人で囲んでこのファーストパスを奪います。まあ、一方の森英二監督はボールを持つ時間、まあ、90分を考えたときに自分たちでボールを持つ時間というのも長くしたいという話はしています。もともと去年からボールを握るスタイルというのには取り組んでいます。就任2年目。まあ、去年は優勝争いにも参戦をして、そしてチームとしての自信を得て、まあ、一方で、まあ、ベレーザに優勝を許して悔しさもあったというシーズンでした。ジェフの方は2枚選手交代の準備をしています。菅沢がボールをしっかりと収めます。で、前を向きます。清家からのボール、岸川、ここは抜け出していきます。そして縦に出して鳴宮に通ればというボールだったんですが、まあ、ここは長船が対処をしました。上野からその長船から右のハイサイドへ、ここで選手交代があります。2人変えます。まず背番号15番の千葉レミナに代わって背番号10番の鴨川美穂が入ります。そして背番号9番の大滝亜美に代わりまして背番号20番の大沢遥が入ってきました。ここもレッツレディースボールになります。なかなかこのレッツの流れというのを切ることができていない状況です。上野も寄ってきました。壁を2枚立たせています。直本のボールは中央へ、もう一度クロス入ってくる、キーパー山根キャッチをしました。最後はセンターバックの位置から長船が飛び込んでいたというシーンです。
さて今の状況を見るとジェフの方ですが、前線に今山崎選手が残っているという状況です。で左サイドに鴨川選手がいる状況です。直本からいい裏へのパスが出ました。山根がクリアをします。清家のボールキープ、やはりトップの位置に山崎丸美が上がっている形です。そして右のサイドに大沢遥が出て前からちょっとプレッシャーかけていきました。ここで奪って、さあこのボール山崎しっかり収めていきたい。大沢に渡して中央には鳴海が待ってる。後ろからの上がりもありましたがセカンドボールもう一度拾って岸川、懐は深いボールキープができますが一度下げる、もう一度クロス、これは左へ流れていきました。最後大沢の左足でした。一方のレッツレディースの方は背番号19番の塩越柚穂が準備をしています。レッツレディースはこれが1人目の選手交代、一方のジェフレディースの方はここまで3人交代をしています。交代の回数としては1回使っています。ハーフタイムを除いた数で3回まで使います。成宮が追っていく、池田咲子、ここはキックで一度逃れます。小沢博が跳ね返して、栗島、清家、一枚剥がして、しかしここのボールを小沢が奪いました。林かなえ裏、ここで選手交代です。直本光がアウトをします。今日は素晴らしいミドルシュートも含めて本当に出色の出来というふうに言える、素晴らしい出来でした。その直本が下がって塩越柚穂が入ります。少し池田に対して、プレッシャーをかけるシーンが増えてきました。ジェフです。池田から長いボールです。おそらくは塩越選手はそのままの位置に入ったのではないかと思います。左から上野、そしてここで塩越、この辺りもしっかりとパスでつないでいきますがジェフがボールを奪った。ただもう一度セカンドボールを奪ってそのままシュートまで持っていきました。今はいい寄せからそのままシュートまで行きました水谷。大沢からうまく入れたボール逆サイドに流れますが、岸川から千野、鴨川が今右サイドにいます。鴨川抜けたシュートを狙ってきました。彼女は去年ああいった位置からロングシュートを決めている実績があります。現在筑波大学の大学院生です。鴨川美穂、今日は筑波大学にゆかりのある選手はかなり多くいます。今下がった直本選手もそうですし、ベンチにいる、安藤梢選手もそうですし、ボランチの瀬戸口梢選手もそうです。裏へのボールだ、菅沢、どうだ、やはり実際見てみてももうほぼウィングのようなポジションに背番号11番の清家はいます。でその清家がまたボールを奪っていこうというところ、
で、まあ、その清家選手が上がった時には、その、まあ、右のサイドバックの空けたスペースは栗島選手が見ているという状況です。右から佐々木真由クロス、このクロスはそのままキーパーに行きました。角、鴨川が競り合いました。少し出しどころを探しています。近くに鳴宮寄ってきました。その鳴宮を使って一度ボールを下げます。キーパー山根が大きくクリアをしました。鴨川、内野、岸川、鴨川、岸川がうまく角度をつけるようなそんなパスを送りましたが、前から鳴宮切りに行きます。小沢も行きました。塩越に預けます。清家から菅沢、岸川から一度立てつけますが、このボールまた奪われます。林、山崎から鳴宮入った。さあ鳴宮から山崎、ここはドリブル見せる局面でもありますが、清家が突きに行く、まあ、この辺りも球際はかなりしっかりと寄せに行きました。清家紀子、ただジフはコーナーを得ています。このコーナーは大事にしたい。現在4点ビハインドのジェフレディス、リモートマッチではありますが、今日はホームゲームで開幕戦です。鴨川が入りましたので、その鴨川の右足を使います。大滝はすでに下がっています。まあ、少しハイタワーという点では1人減った形にはなりますが、池田がキャッチできていない。ボールこぼれている。シュート押し込めるか。ゴールインはしていない。ゴールの前でファールがあったのではないかというアピールも血のがしているんですが、まあ、そのアピールは認められていません。しかしなおもジェフのターンです。右サイドからまた攻めに行く。戻りオフサイドありました。かなりこの時間帯、上空からの雨が強く降り注いでいます。 ZA オリプリスタジアムです。照明塔には半分火が入っている状況です。バックヘッドで落としていきますが、一度クリアをされたボール、柴田のボールキープが、一度ボールを下げます。また柴田、おっと高い位置で奪った。さあ鳴宮いけるかどうか、まあ、ワンタッチをしてなんとか難逃れたという形の上野のディフェンスです。コーナーキックという判定です。この時間帯、少しジェフが相手陣内に迫れるシーンが増えてきました。ご覧の通りかなり雨が強く降っています。鴨川が入れます。ゴールの正面の位置に4人ほど
ターゲットを立たせています。そこに人につく守備で守ろうというのがレッツレディース。中に選手が入ってきたがシュートはちょっとふかしてしまいました。最後は山崎だったでしょうか。お、高い位置で奪います。成宮、大沢、勝負に行けるかどうか。そのままえぐっていくクロスが入る。逆サイド鴨川も狙っていますが、一度クリアをされます。セカンドボール小沢、縦につける成宮、中央に入って岸川、セカンドボール、それのところで拾えればまたチャンスという感じでした。まだある。成宮から裏、抜けて大沢、中央だ。そのままシュートへ決まった。1点返しました、鴨川美穂のゴール。ジェフが一矢報います。後半から入ってきました鴨川美穂のゴール。これで1点を返しました。後半も65分という時間帯まで来ています。ただだいぶこの時間になってジェフが敵陣に入っていけるシーンというのは増えてきました。と山根からのパスを感じていませんでした。こういったロストはなくしたい。佐々木から中央に入れる。柴田から清家、折り返し。ここは塩越が入れます。ファーサイドに5人のターゲットがいます。ニアに来ましたが一度ヘディングクリア。成宮、上野からのパスが少し流れます。点差はまだ3点ありますけれども、次の点がどちらに入るかによってはちょっとわからない展開にもなっていきそうです。田中がヘディングで前に送ったボール、成宮に入った。いいくさびパス、足元を収めていきますが、この辺りはかなり強くいきました。今は南のディフェンスです。清家が弾き返して、小沢、清家、ここで飲水タイムが設けられます。今日は前後半ともに、半分を過ぎたあたりの時間帯でプレーが切れたところで飲水タイムが設けられます。得点の経過改めてお伝えをしておきますと、先制点は10分に清家選手のゴール、そして19分に直本選手の左足の、非常に力強いシュートが決まって、これで2点目で、その後37分には菅澤選手、昨シーズン15得点をしていますが今シーズンの初ゴール、そして49分には菅澤選手、今日2得点と、これで4点取った浦和レッズレディースですが、
まあ、一方後半の65分になりますが、鴨川選手が、1点を返しました。さあすでにリスタートをしています。ちょっとお互いに準備ができていない感じもありましたが、佐々木真由、塩越のボールキープです。まあ、彼女はドリブラーとしてもしっかりとキープができます。栗島から佐々木、外に広げて飛び出してくるのは柴田、中につないだ水谷、シュートを狙ってきました佐々木真由、しかしちょっとアウトにかかってしまいました。もともとは左のサイドバックの選手ですけれども、今日に関しては一列上がった位置でプレーをしているように見えます。まあ、今シーズンは、上野選手が左のサイドバック入ってきましたので、もともと中盤もできる選手の佐々木選手が一列上がった形になっています。まあ、佐々木選手はボランチもできますけれども、ボランチに関しては今日は柴田そして栗島の2人という形になっています。南がヘディングで競り合いました。岸川、またここも成宮に入ります。前半に比べると成宮に入るシーンがだいぶ増えてきました。大沢遥ワンタッチでクロスを送っていきました。で、まあ、成宮選手は足元の、まあ、能力は非常にアンダー20の代表も含めて評価の高い選手です。まあ、ジェフレディスの中では、まあ、一番テクニック的に優れている選手とも言えると思いますので、まあ、成宮選手に入るとある程度起点を作ってくれます。まあ、そこがだいぶジェフが後半巻き返せる要因にもなっています。上野、佐々木外から行こうというところ、失礼、外には今水谷が出ていました。千野が一人かいくぐっていきます。サイドの狭いところの攻防が続いています。さあ今度は左サイドから作っていこうというジェフ、小澤博が上がってきました。まあ、ワンタッチで相手のちょっと溝落ちあたりに入ったでしょうか、一人選手が倒れています。そのまま折り返す、セカンドボール入った、成宮シュート、キーパー正面。まあ、先ほどちょっとクロスの強めのボールがちょっと、あ、違うな、これ足を痛めてますね。当たった痛みかと思ったんですが、右の足首を押さえています。審判の桐原さんが担架の要請をしていますが、いやーちょっと出来がいいだけに、しかも場所が場所なだけにちょっとこれ心配です。まあ、ちょっとひねったぐらいであればいいんですが、×というふうにもう合図が出ています。右の足首だと思います。最初はボールが当たったことで倒れ込んだのかなというふうに思ったんですが、まあ、若干芝も濡れていて足元が、まあ、少し柔らかいところもある状況の中で、もしかすると右の足首をひねった形になっているかもしれません。でこれを受けてレッズレディースの方ですけれども、背番号7番の高橋花が準備をしています。まあ、ご存知の方も多いと思いますが、高橋選手も代表招集の経験があります。まあ、ですので、この辺りは、まあ、力的には十分にある選手が入ってきます。 U20 の代表でもセンターバックサイドバックを務めていました。
これでレッズレディースの方は、2人目の選手交代、2回目のタイミングの選手交代ということになります。あと残されている回数は1回。成目がかなり収めてくれます。これが前半との大きな違いです。右のサイドに広げていきましたが、ここはタッチを割っています。向こう側サイドでの試合展開続いていますが、柴田がしばらく運んで縦につけます。かなり激しいディフェンスが来ました。今も田中でしょうかね、相当強いディフェンスに行きました。ただ左からまた仕掛けていくレッツレディースです。ここからの仕掛け勝負に行く、えぐってのクロスはブロックをされました。今はツートップあるいはちょっとトップ下という風な位置で塩越選手がプレーをしています。ちょっと当たらなかったボール、さあこれを拾っていきます。小沢からワンタッチ裏、うまく山崎が収めていきます。右サイドから鴨川ワンタッチでシンプルにクロスを送ります。成宮には収まりませんでした。今度は佐々木が右サイドにいます。高橋が持ち上がって裏の菅沢が抜け出してくる。キーパー山根出るがどうだ、キーパーをかわしたところ、ここはどうでしょう、ノーファールですか。また菅沢が抜け出していこうというところ、前にプレッシャーかけますが、前線塩越選手はどちらかというとドリブラータイプの選手でありますけれども、高さもあります。166センチの塩越選手が入りました。かなりお互い球際激しくなっています。塩越と小沢、それを奪っていこうとしますが、このボールまた奪われて、左サイドから上野咲が上がっていきます。柴田が一度そのボールを引き取って水谷へ、柴田さあ奪い返して成宮から中央に入れる。さあここで収まっていけば大きなチャンスになります。しばらく抗いを促しておいて、外からのクロス、キーパーキャッチ。今インナーから茅野選手が上がっていって、外の成宮選手からクロスという形になりました。レッツとしては当然3点差ありますので、まずはしっかりとボールを回していけば、ある程度勝利は転がり込んでくるという時間帯になってきています。78分です。大沢フラッグ上がっています。
ただ前半よりも明らかにいいトップの位置に収まる数、あるいは裏に抜ける数というのは増えています、この背番号7番の成宮。いい駆け引きをやっています。体は大きくはないんですが収める力は持ってます。栗島、柴田、水谷サポート。今度は右の佐々木麻衣を使います。塩越、彼女はテクニックある選手です。佐々木から塩越、塩越から菅沢抜ける、ここは戻ってきていいディフェンスです。もう一度佐々木えぐってこようというところ、体張りました。林かなえのディフェンスになりました。さあクイックスタートを使ってクロスが入ってくる。ここも成宮頑張ります。成宮頑張る、サポートしいところ、成宮のファウルになりました。栗島がファウルをもらった形です。5人の交代枠を使えるという状況の中で、レッズレディースの方は背番号10番の姿が見えています。今シーズンから背番号10番は安藤梢選手が背負っています。キラ選手は海外移籍を見据えての退団という形になりました。左足の上野に任せます。壁に当たりました。さあこのカウンターやりきりたいジェフ。ちょっと時間かかりましたが、中央に一度入れて右サイドに流した。逆サイドで成宮待ってますが、鴨川からのボールどうだ、クリアに合います。そしてここで選手交代です。これがレッズレディースにとっては最後の選手交代ということになります。交代枠は3人しか使ってはいませんが、交代のタイミングがこれが3回目、したがってこれが最後の選手交代のカードということになりました。佐々木に代わって安藤が入っています。その代わった安藤はそのまま右のサイドハーフの位置に入りました。少しずつこの時間帯はジェフが押し込んでいます。雨もだいぶ強くなってきました。塩越が収めていきます。一人選手倒れていますがプレーオンです。右サイドからクロスが入る、おボレーで合わせました。山崎もう一度競り合う。小沢が柔らかく中央に入れていきます。今ジェフの選手がちょっと一人倒れていますのでプレーを一度切ります。ファーサイドのところ、今栗島が寄っていきますが、一人選手が倒れ込んでいます。今時計止めていますが、茅野選手ですね。ちょっと脇腹のあたりを押さえています。腰ちょっと今起き上がりましたが、本人は大丈夫そうな感じでしょうか。ただジェフの方は準備選手はしています。背番号14番の大熊玉木が今準備をしている姿が見えますが、ただ大丈夫そうだということで一旦ベンチに戻るような感じです。あでもあれですね、四振のところに、あ一度戻ります。やはり選手交代はするようです。大熊玉木が準備をしています。ジェフレディスのアンダー18から今シーズン、晴れてトップ昇格という形になります。昨シーズンからトップ帯同はしていました。裏に抜けるボール、小沢博がカバーに入ります。山根のクリア、
単純にタッチを割るというボールになりました。ここで知野に代わって背番号14番の大熊が入ります。これがジェフにとっては4人目の選手交代、交代枠あと1つ1回枠が残っています。ハーフタイムで1回で後半で2回交代枠を今使っている状況です。全部でハーフタイムを除いて3回交代枠が使えますが、塩越入ってきたシュートを狙ってくる、左へ逸れていきました。かなり可能性のあるシュートでした。それ塩越じゃないか、失礼しました。安藤梢がシュートを打っています。今右サイドから安藤梢がシュートを打っていました。高橋、安藤、千代に出てきて柴田が持ち上がっていく、柴田から千代抜け出していきますが、まだキープ、そのままシュートまで持っていきました。最後は塩越のシュート。ロングボールを蹴っていきました。大沢が仕掛けていきます。安藤剥がして、ただ中のブロックは非常に硬いレッツレディース、中央に入れました。シュートへ、うん、最後は山崎のシュートだったでしょうか。ちょっとこの時間薄暗い中の試合で、ちょっと照明も暗いもんですから、ごめんなさい、なかなか選手の判別がなかなかついておりませんので本当に申し訳ありません。おそらくは山崎のシュートだったと思います。中央に入れていきました。小沢、林、サイドを変えます。鴨川が右サイドから回り込んで仕掛けてクロスが入ってくる、キーパー池田が抑えました。長いボールを前線に預けて菅沢に入ります。高橋が落としていったボール、フラッグ上がっていました。87分まで来ています。安藤の落とし、キーパー山根、地上に入ったボールを奪っていきます。安藤、栗島、水谷が絞って受けに行きます。南から縦パス、中にしっかりと入れていきました。ただここはいいディフェンスで奪っていきます。ジェフです。田中がいい出足を見せていました。また左サイドから入れていこうとしますが、ここで奪います。山崎うまく収めた、
さあここから前取れればチャンスですが、まだ粘る成宮に来る、成宮折り返してシュートへ、キーパーセカンドボール、大沢ゲット。今は前の3人非常にいい絡みを見せました。ジェフレディース2点目を取ります。大沢が決めました。4対0までリードを広げられた中でジェフレディスは後半2点を返しました。ここもまたカウンターから持っていこうという局面ですが、少し心配をしていたのが森監督、そのゲーム体力90分できるかというところに関しては若干心配はしていました。菅沢がしっかりと収めてくれます。あとここもちょっとイージーなパスミス、成宮は奪っていきます。左から大沢、大沢が仕掛けて中央に出てシュートはブロック、小沢博がこの、失礼、外に小沢がいます。そして大沢、ちょっと呼吸が合いませんでした。すでに90分を経過しています。アディショナルタイムの目安は4分台という表示です。途中で飲水タイムもありましたので少し長めに取ります。大沢から裏抜ける、さあここは山崎、キーパーかわせるか、キーパー出ている、池田がいい対処を見せた。池田が落ち着いていました。安藤、ただ明らかに今の時間帯はジェフのターンです。レッツはここ抜け出せればまた逆にチャンスになりますが、右サイド安藤、安藤から血を入れて菅沢、点差は2点、外から高橋花、ある程度しっかりとボールを回して時間を潰していこうという形になっています。柴田から栗島、裏に出してコーナーキープに入っていくでしょうか。ただここを奪っていく、ラインを割っているという判定です。小沢博、先ほどの、山崎選手と池田選手の1対1の局面というのは、池田選手が足技ができる選手、キーパーだからこそというところの冷静さがありました。田中から右サイド、大熊から鴨川にボールが出ます。鴨川しばらく運んでクロスは一度ブロックをします。今日はフルス対戦になった上野、ここまではフルスをリードしているという状況です。得点を決めた大沢選手も、もともと世代別の代表では存在感を発揮している選手、おそらくはこのジェフの、アカデミー出身の選手の中では一番期待をされている選手というふうに言ってもいいかもしれません。今日は大熊選手も途中から入りましたし、曽根選手も入っていますので、ジェフもだいぶアカデミー出身の選手というのがこのトップチームに帯同するようになってきています。追加タイムも3分台にまもなく入っていこうという時間帯、目安は4分台という表示です。サイドでキープをしてシンプルに裏へ、おそらくはコーナーフラッグ付近でのキープに入っていこうというところ、ゴールキックに変わりました。ジェフは時間がありません。山根は急ぎます。前線にはハイタワーはいない状態になっていますが、長いボールをまず蹴り込んでいく、岸川の頭を狙った形になりました。しかしこのボールは
菅沢キープ、ただ中盤うまく寄せて奪った、そして山崎に入っていく、山崎まだあります。鴨川から逆サイド大沢、競り合ってセカンドボール、成宮もいますが、まもなく4分台に入ろうというところ、シュートまで打って終わりたいところ、ただ最後まで集中は切れていません。さすがの安藤のディフェンスです。今4分台に入りました。審判も時計に目をやります。ここでタイムアップの笛です。リモートマッチで始まりました今シーズンの2020プレナスなでしこリーグ一部開幕節、ジェフユナイテッド市原千葉レディースホームで行われました試合、浦和レディースを迎えての一戦、結局前半は0-3、後半2-1、2-4という結果、浦和レッズレディースの勝利という結果になりました。まあ、ただ後半に非常にこういい形で追いすがる姿も見せたジェフレディースです。前半10分清家紀子、そして19分直本光、37分49分菅沢優衣香、まあ、今日は菅沢選手は2ゴールを挙げました。まあ、一方後半ジェフの方は65分鴨川美穂、そして89分大沢遥香、まあ、この2人の選手が反撃に転じたんですが、結果及ばずということで、大量4点を取った浦和レッズレディースが開幕戦リモートマッチ勝利を収めております。まあ、ソーシャルディスタンスを保つというところもありますので、まあ、選手たちはそれぞれにピッチを後にするという形になります。あと心配をされていた、まあ、選手 の, そのコンディション的な部分で言いますと、まあ、これはコンディションの部分というよりは、まあ、足をひねったんだと思いますが、清家紀子選手がアウトをして、それから、千野選手も接触プレーだったかとは思うんですけれども、ちょっと痛めて、選手交代という形になりました。まあ、このあたりの2人の選手の怪我の具合というのは、少し心配になるところではあります。今ジェフの選手たちが、まあ、リモートマッチではありますが、見てくださった、観客の皆さんに向かって挨拶をしたというところです。次節の第2節まで今のところリモートマッチで行われる予定になっています。ジェフユナイテッド市原千葉レディースの方ですが、次節は7月の26日日曜日、相模原の祇園スタジアムで、野島ステラ神奈川相模原と4時キックオフで試合が行われます。一方の浦和レッズレディースは次節は第2節7月の25日の土曜日、新潟に乗り込んでの一戦です。新潟市陸上競技場で新潟レディースとの一戦が待っています。2020シーズンのプレナスなでしこリーグは次節もリモートマッチとして行われます。なでしこリーグ公式 YouTube チャンネルでは一部リーグの全試合を生中継で配信をしています。画面の向こうから選手に熱い声援をお願いいたします。2020プレナスなでしこリーグ一部第1節、ジェフユナイテッド市原千葉レディース対浦和レッドダイヤモンズレディースの一戦、結局2-4、アウェー浦和レッズレディースが勝利、開幕初白星を挙げています。この試合実況は西達彦でお送りをしました。